が、最後に収まって係が離れました。スタートしました。1番外9番のシャンドゥレール、ほントコーススタートを切りました。ダッシュ奥7番のアマイがまず飛び出して、これからスタンド前インコース2番のイエルバブエーナこの2頭が出てきました。その後にマシンさ8番のクラウドセールが3番手外9番のシャンドゥレール4番手インコース。 6番のカトル・ショセット、ここは広がりました、今ゴール番も過ぎます、その後馬群4馬身ぐらい切れました、1番レディーシス、3番の鋼これに並んだ後方集団、さらに外、5番のアレナリア、今日は後方から2投目、2馬身、3馬身、4番 D プレイヤー、最後方で1コーナーカーブを回っていきました、先手は結局8番のクラウドセールが取りました、この馬が先頭、そして9番のシャンドゥレールが2番手に上がって2コーナーを回ります。 インコース2番のイエルバブエナは3番手になって外、体半分7番、甘い4番手、先段2コーナー回って向こう上面2馬身差6番のカトル・ショセット前から5投目体半分3番の鋼ここから先頭まで5馬身ぐらい向こう上面中間あとは1馬身1番のレディーシスインコースそして5番のアレナリアおしまいから2投目4番ディープレイヤーが最後方前から後ろまで。 10馬身ぐらいの隊列が向こう上面中間を過ぎて残り800を切っていきました3コーナー手前です先頭8枠2投 8番クラウドセールがわずかに先頭体半分、9番のシャンドレール並んでいって今度は首差まで詰めて3コーナー回って600を切りました7番マイ、甘井さらに外3番手そして1馬審査2番のイエルバブエナがインコースの4番手その外ピタリと6番のカトルシュセットさらに外からは3番の鋼が徐々に仕掛けて動いていきました400を切って4コーナーカーブそして後方から5番のアレナリア外を回って進出一段です、第4コーナーから直線コースに入りました。8番のクラウドセールが先 先頭並んでいく7番の甘いちょっと遅れた6番のカトルシュセットですがまた盛り返して上がってきましたさらに外から5番のアレナリア追い込んできたさあ一気に今度は6番のカトルシュセット先頭に代わって2番手が接戦になるカトルシュセットゴール2着7番の甘いか5番のアレナリアかこの2頭並んで接戦。